多分皆さんの中で4ずり確定になってるんで、まあ、うん、みんなに会えたこと嬉しいと思ってます。さあ今回一発目の役職は何になるんですか？まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。庶民か。誰も死にませんでした。一番反対予想。7番のプレイヤーは発言してください。あ、トップバッター。あ、トップバッター。プツプツだな。できひん。ブツブツしてるな。ブツブツ鳴ってます。鳴ってますよ。あ、治った。オッケー、ありがとうございます。村人自衛です。はい。特にトップバッターで話すことないんで、2日目以降頑張りたいって思うんですけど、はい、ちょっとでも話したいなって思うんですけど、雑殴りは十分できないですね。自分CEO とか役職ある方はCEO あるないだけの感じで出てきてほしいなって思います。8番のプレイヤーは、はい、皆さんね、おはようございますね。8番、引退した賢者、引退した賢者と申します。若い頃はね、もう初日からガツガツ、もう人狼もハンターも賢者じゃない、カリウドもね、ガツガツ当ててたんです。もう引退してしまって、今じゃ何の能力もない、何の能力もない雑魚と化してしまいましたね。はい。特に使用ありません。で、自分ね、7番さんが自分目線の今のところ現状のグレードになります。7番さんね、特に雑殴りすることはないでね、考察伸ばせないと言っていたんですけど、2日目以降頑張りたいと言っていたんですね。普通なら2週目頑張りたいですよね。ちょっと焦り見えたので、7番さんはどちらかといえば黒目なのかなと思っておりますね。はい、2週目、頑張りますのでね、期待してください。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。自分村人陣営です。うん、そうですね、占いが出てきてないんで、まあなんと見えないですけど、まあ、とりあえず7、8個ずつしようと思います。で、まず7番さん、そうですね、まあ進行論とか言ってましたけど、もう僕的には正直役職あるんだったら、もうちゃんとその役職名言ってほしいですね。正直なぜかというと、そのもし人狼がその役職ありって言っちゃうと、そのつらり地回避しちゃうんですね。その地っていうのかな、まああれだけど、だからまあその結局それって人狼側にそのメリットがあるんだよ、うん、役職ありっていうだけだと。俺的には、ね、まあ進行論だから、まあそれぞれの考えあると思うけど、延長します。まあ俺はちょっとそこは、うん、俺的には役職あるんだったらもう役職行ってほしい、正直。うん、まあまあまあ。で、8番さんは、まあ、7番さん、まあ、ちょっと焦ってるって若干黒目で見てたけど、うん、まあ、でも、うん、1周目だからあれなんだけど、まあ、とりあえず、今のところ7、8、9はないのかなって、若干思ってるな。ない。色的にはどっちも変わらず同じぐらいのグレーです。以上です。まあ、2周目、ちょっと頑張れたからいいなと思います。お願いします。1番のプレイヤーは発言してください。占い師さん、7、8、9で出てこなかったんで、特に、考察も何もないんですけど、まあそうですね。じゃあ私が狩人しようあります、反対しようありますって言えば変わるんですか？それってもう狩人夜死んじゃうでしょ。7番さん9番さんに特に言いたい。うん、まあそうですね、狩人しようとか反対しようの人、まあしようありますだけで、自分的にはね、まあ9番さんが言った通り、まあね、それは人それぞれの考えがあると思うんですけど、私的にはそれ村目ないんですかね、自分的には。だって夜殺されるでしょ。あ、俺狩人しようだよ。うん、それぐらいかな。狩人しよう、反対しようの人はつられ位置にならない限りは出てこないでください。はい。2番、え、どっちなの、え、狩人なの、発言してください。これは難しいところですよね。役名、言うか言わないか、まあ、そっちはそれで置いといて、まあ、7番さん、2日目以降頑張ってください、笑って感じなんですけど、まあ、全然色落ちはなし。最後、狩人しようって言った。私、狩人しようだよって言った。
8番さんふざけてる割には人の発言ちゃんと聞けてて、まあ印象はいいですけど、とりあえずね、うん、進行論で791が言ってるだけなんで全く色は落ちないんですけど、9番さんはまあ村、うん、どっちも、うん、そこの進行論は難しいよね。役名は伏せた方がいいって言っただけかね。僕も役名は伏せてほしいタイプですけど、まあ人狼側が言うっていうのもあるんですけど、それなりのリスク抱えて言うんで、1日目でね、2日目でもまたそこからローラーかけていくってなると、まあ、縄足りんくなるときもあるんだけど、あれ占い師出ない、うん、初日語りはあんま少ないかな、占い師出ないんで、僕は名前伏せてなら全然いいと思ってる派です。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、自分占い師です、うん、はい、で4番さんなんて黒出ました。お黒です、黒、はい、なんかCO 出るか出ないかみたいな黒死んでて申し訳ないんですけど、4番なんて黒でした、うん、僕目線4番出たんで4番つってほしい、うんうん、それしか言えないですね。4番黒出たんでつってほしい、うん、自分は CO は伏せておいた方がいいと思います。CO 伏せ黒になったら CO はありますだけで役職は言わない方がいいと思います。そうかな、4番黒出たんでつってほしいですね。言っていいよな、はい、全然言っていい派なんだけど。4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、聞こえるかな。3番さんが占い師で自分に黒だし把握しました。でも自分からして3番さんは黒、うん、角黒ですね。で、あれ角黒側かな、7番さんからはなん、7番さんからかな、7番さんから今まで話してたなんか CO 言うか言わないかかな、うん、自分も CO は伏せて置いた方がいいかなって思ってます、うんうんうん、カリルドさん言ったらもうするっていうか、まあ、噛まれるよね、狼に。だから CO は伏せておいた方がいいと思います。じゃ5番さんに回します。役職使用なしね、使用なしのプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます、うん、僕が真の占い師で占った先がたまたま3番さんと一緒だったんですけど、4番さん黒でしたね。え、はい、なんで3番さん強靭誤爆で確定黒おもろいんですけど、笑ってもうたんですけど、まさか黒出しするんだ、人狼を黒出しするんだ、4黒でも3番さん強靭で、これはこれはもう黒なんで言っちゃってもらって大丈夫です。これはいいです。何で占ったかというと、まあ例えば今回は7番さんから始まりましたけど、例えば3番さんみたいな感じ、3番さんみたいな位置で始まった時、自爆しないんだ、まあ、3、4って出てで3、4って発言して、まあ、村人陣営ですって言ったら、まあ、対抗で出にくいかな。まあ、強人おるからあんま意味ないんですけど。で、たまたま強人5枠なんで、もう4番釣りで。うん、はい、うん。3番さんは強人ですよ。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。そうですね、うん、3番さんが4番さんに黒出しで、5番さんが4番さんに黒出し把握です。そうですね、ちょっと4番さん。もあの3番さんが黒出ししたとき、ちょっと3番さんを新目に見てて、で4番さんがあの偽占い師として出るかなと思ったんですけど、5番さんだったんですね。でちょっと占い真偽はまだフラットに、全然フラットに見せます。5番さん出てきたので、うんうん、まあでも4番さん黒確定なので、4番さん釣りで今日はいいと思います。で他のまあ位置なんですけど、個人的にまあ普通に怪しかったのは7かなって思います。最初はタフタしてたのと、はい、村人陣営ですまでがかなり長かった気がしてですね、うん、1番さん、9番さん、7番さんに何か言ってましたけど、9番さんと1番さんの意見は結構似てるような気がしましたねはい、とりあえず、うん、4番で。7番のプレイヤーは発言してください。聞こえますか。4番釣り安定ですね、このターンで。まあ8番、6番今叩いてきたんですけど、まあ、8番さんは自分がまあ自分しか叩ける位置がないんで、自分叩くは全然わかるんですけど、まあ、6番さんいろんな人いてんのに結構自分にヘイト向けてきてる、まあ人狼かなって思いました自分あたふたしてたんとかじゃなくて、あのマイクの調子とかなんか今悪いみたいな感じで言ってて、うん、さっきもずっと喋れなかったんですよ。でなんか釣られて結局発言できなくて終わってしまったみたいな
なパターンやったんで、聞こえてるかなっていうことでちょっとあーってなってただけなんで、そこ叩いてくる意味がわからへんなと思って、ちょっと6番さん結構無理やり叩いてきたから、6番さんちょっと黒目で見てます。8番のプレイヤーは、はい、2周目ですね。いやー、なかなか珍しい村だと、私はね判断しました。長いこと賢者やってますけれどもね、もう70年ぐらい賢者やってますけれどもね、このような村はねなかなか見れないですね。3番さんが4番さんに黒、5番さんが4番さんに黒ということでね、5番さんここ強人であればね、4番さんにこれ黒を打ってね確定黒にするメリット全くない、うん、全くない時点で5番さんはかなり締めに見てしまうのですがね、なんで右占ったのかなと、まあ、そこのリブラリーに関してちょっとあの言ってなかったと記憶しておりますね。もしねごめんなさい言っていたらごめんなさいね。あの私ね80歳なもんで、80歳なもんでね、もう記憶が飛んでしまっているかもしれません。うん、でも占い理由言ってなかったと思いますよ。でね、今日は4番さん釣りでしょう。4番さんね、役職しようなかったということで4番さん釣りましょう。でね、7番さんの言っていたね、役職持ちしようの件に関してですね、僕もね、9番さんの意見と同意します。役職は何かって言うべきだと思いますよ。うん、例えばね、4番さんが黒出されて、で4番さんが役職しようって言いますよね。ハンターだったら、ハンター出るし、カリドだったら、太鼓のカリドが出ます。でも役職しようだったら、太鼓出れませんね、これ。なのでね、4番さん、やっぱり役職は言った方がいいと思いますよ。噛まれたとしても、それは村りのある噛まれだと思います。はい、グレーだと黒いのは6番さんですね。ほとんど理由なく7番さん、あたふたしてたというところで黒塗り。これは7番さんの、意見も、僕はわかります。うん、かなり釣り誘導に見えましたね。とりあえず、占いの審議については5番さんを若干締めに見ているという感じです。今日は4番さん釣りましょうね、皆さんね。はい。9番。のプレイヤーは発言してください。はい、2周目ですね。3、4に黒出しで、5、4に黒出し把握です。まあ今日4釣り安定ですね。でまあもう1匹どこにいるのかなと思ってるんですけど、まずちょっとみんな進行路の話にちょっとみんな引っ張られすぎなんですね、正直。うん、1、2、3、4、ここあたりもずっとそのことばっかり言ってたじゃないですか。いや、5番さんは占い出てます、ちょっと変わったけど、なんか8番さんまた進行路話し始めた。正直ね、進行路どうでもいいんだよ、こんなの。人それぞれのセンスだから炎上します。だからまあそんな、なんか習得して話しなくても、うん、いいと思う、俺は。で、まあ、うん、もう一匹こさつするけど、まず一番、本田圭佑みたいになってる。すごいなって思った。なぜなら、その、進行論についてのみ話して、7、8、9、3人出てるから、もうちょっとこさつできんじゃないのかなと思ったけど、全然しなかったから、うん、若干黒目。うん、で、2はまあ、うん、1、9、8、7、うん、まあ若干こさつしてたから、まあ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 、グレー。で、3番、4番、あと、まあ、4置いといて、とりあえず、3、4、5置いといて、で、6もな、確かに無意味な雑なぐり、雑なぐりじゃないのか。まあ、ちょっと若干焦ってるって、まあ、それも雑っぽいけどね、うん、まあ、焦ってるっていう意味で、まあ、7にちょっと黒いって言ったけど、で、7もな、またそれ自己弁明しかしてないんだよね、正直。で、6黒いって結局殴り返しただけ。まあ、7黒目、ちょっと黒いかなと思った。で、8は、うん。また進行で出してきたけど、どうなんだろうなぁ。全く色落ちはしなかったなというわけでグレーです。うん、まあ、1、7かな。どっちかに1匹いるかなって感じです。とりあえず今日4釣りでお願いします。以上。1番のプレイヤーは発言してください。しました。で、9番の1、7。うん、わかりました。多分7は村だと思います、自分的に。で、その進行論の話もね。あ、ここから雑談ですよ。4は黒なんで。3番さん、4番さん、5番さん、4番さん。うん。だってどちらが占いか自分的には分かってないんですけど、5番さんがなんで4番さん占ったのかも意味が分からない。うん、そこでどちらとも、まあ、5強人目高いんですけど、まあそこは置いといて、まあ次のね、占い結果を聞きたいなっていうところで、9番さん、7番さん、進行論を述べてた。で、同じ進行論ですよね。私は8番さんと同じ進行論なのかなと思ったら、8番さん、7番さん叩いてきた。それで6番さん、7番さん叩いてきた。自分的には2が一番村目。で、9番さん、1、7。7は村目でしょ、絶対的に。自分的ですよ。2番のプレイヤーは発言してください。7だと思うんだけど、なんでまだ5を分かってない人がいるのかなって感じはあるんだけど、5、誰か言ったよね。メリットないんだよね、黒を打つ。うん、ほぼほぼもう8割以上型で5は神格なんだよね、これ。うん、で、3強人。うん、まあ発言的にも
4黒でグレー一切触れなかったしね、うん、3は強靭かなって思ったんだけど、それ時点に、なんか望みをかけてる人がまだいたんだよね、1人、6番さんですね、うん、3号はまだ全然僕占いフラットですって、うん、これ全然フラットに見える盤面じゃないでしょっていう、みんなそこ誰も言わなかったんで、あれ僕の聞き間違いだったかなと思ったんですけど、確かにそう言ってたんですよね、占いは僕フラットで見てますっていう、うん、フラットに見れる状況ではないと思うんですけど、どうなのかな、村目線。フラットじゃないでしょ、これ。どう考えても。うん。今日は6つるって、今日じゃない。今日は4つるんだけど、次はちょっと6つろうかなって考えてますね。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、しょうがないですね。4番さんクール出たんで、まあ、それしか言うことないんで、まあ、それを押すんですけど、まあ、2番さん言ってた通り、うん。まあ、6もフラットって言ってたんですけど、1番さんも確か、フラットって言ってたんで、まあ、僕目線2番さんと一緒で、フラットって言ってた6と1、うん、が怪しいと思うんですよね。まあ、2番そこにしかつついてないんで、まあ、もっとグレー1っていいのかなと自分目線思います。まあ、9番さんはね、まあ、全員に触れてて、まあ、無駄にあるのかなと。巨人じゃねえか。うん、8番さんもね、まあ、賢者の割には、引退した賢者の割には喋ってて無駄にある。うん、7番さんそんなね、自己弁明しかしなくて、印象そんなにないってとこですね。うん、自分目線6、1が怪しい。で、まあ、今日はもちろん4番釣り安定ですね。6、1は自分のことを割と信じてくれてるんだからね。発言してください。怪しいのか。別にいいけどね。2周目かな。多分もう皆さんの中で4釣り確定になってるんで、まあ、みんなに会えたこと、嬉しいと思ってます。うん、まあ、これはプレゼント。頑張ってかな。うん。確定黒でみんなに会えたことを嬉しく思う。お前、いいお嫁になりそうだ。4番さん、気の毒ですね。狂人が黒打ったっていう3番さんを恨むなら恨んでください。で、8番と2番が言っとったみたいに、僕が狂人なら4番に 黒打つメリットってないんですよね。適当に6番しろとか適当に言っとけばいいんですけど、まあここで確定黒を作るメリットはないって言ってた。8番と2番は若干村目に見てる。で、1番はそのよ、俺が右占いした理由がああだこうだ理由言ってなかった。まあ8番も言っとってんけど、理由言ってましたかみたいな感じで、どこ占おうが別にやろそんな。いやー、右占いには理由がないと。でも言ったしな、しかも8番言ったで俺占う。あ、マジで。もう一回説明するのめんどくさいわ、コイン追加してとか。で、まあ次はまあ次も多分黒当てれる自信がある。うん、まあハリウッドは頼むで。かっこいいじゃんこいつ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、ちょっと2番さんに指摘されたんですけど、はい、最初私フラットって言ったんですけど、まあ普通に全然フラットじゃないっていうのは気づきました。はい、そうですね、普通に4番さん人狼で、あと5、6しか出てない状況で、何も自分が使用しなかったっていうのは5、6に任してる。狂人か人狼か出てほしいから、まあ任したんであって、なんで5、6にいると考えるのが妥当で、まあ、5番さん出てきたので、5番さん狂人人狼、どちらかだと思いますね。で、7番さんに言ったのは、最初なんか、あ、私一番嫌だみたいな、あそこら辺であのわたふたしてたのが、はい、って言っただけで、そのブツブツは気にしてないです。で、9と、さっきしてくれた2はかなり白目に見てます。8、1についてはすいません。全然、色落ちてないです。はい、以上です。投票を始めてください。普通に6なのかな。ありえん、オラじゃないぜ。素直に6なのかな。言ってること意味わからんもんね。まあ、意味わかるけど、だ5が助けてくれっつって狂人で出るんだったら、それ6に黒打つからね、普通ね。4番のプレイヤーが選ばれました。ちょっと何言ってるか分かんないっていう点で6が来るのかな。でも何言ってるか分かんないからね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、はい、釣られたかな、って感じで、まあみんな頑張ってください。またみんなに会いたいなって思ってますね。ありがとうございました。じゃあ頑張ってください。夜が来ました。感動した。目を閉じてください。なかなか言えないよ、初日確定黒で狂人人狼を恨むことなくみんなに会えてよかった。
これはもうね、映画化ですね、映画化。動画化じゃない、映画化です。皆さんもね、この誠実さを、孫子の代まで受け継いでください。朝が来ました。よし。昨夜死んだのは。あ、2番死んだ。2番。3番のプレイヤーは発言してください。はい、自分はね、1番占って白出ました。あ、1占って白ですね。まあ、5番さんは6占って白。うん。まあ自分目線5、6の囲いがあるっていうのもね、まだ2ランですね。自分目線ね、6、1で迷ったんですけど、まあ1占って白出ました。うん。いやね、自分はね、6もあると思うんですよね。やっぱり5、6の囲い、これで成功したんじゃないかなと自分は思ってます。今日はね、占い芯打つのもいいんですけど、6ってもいいんじゃないかなとは思います。6はないでしょう。5番のプレイヤーは発言してください。多分ね、7番さんと8番さんと9番さんは、6番と1番の2周目の意見、はこいつら何言ってんねんと思ったと思う。6番に至っては、5番、自分のことを狂人か人狼で見てるっていう謎な発言、意味わからんでしょ、どう考えても。それで4番、もう4番も諦めとっても人狼はもう確定やん。もし俺が人狼やったとしたら4番に黒出しするメリットって何？狂人でも言えることやけど、って思って6番占ったら村人やって、ちょっと笑ってもうたね、ほんま。正直、発言気をつけてほしいわ、6番さん。おかしいっすよ。で、ああ、コインないやんけ。で、俺がまあ一番怪しいと思ってんのはやっぱ1番さんかな。6番さんと同じ意見やったからね。俺を強人で見てるっていうあたり、やっぱり黒いっすね。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。別にあるとは思ったんですけどね。逆に4番さんが出て、あの4番さんが使用しなかったのが、はい、気になります、逆に。なんでだ4番さんが何も使用しなかったから5番さんを、はい、人外と見てます。なんで5番さん、自分ちょっと5番3番さんシーンで見てるので、まあ、多分5番さん目線、私が人狼じゃないかって多分思ってるんですね、多分1周目、うん、2周目の意見からね。で多分5番さん曰く、5番さんの気持ち的に私を囲いに来たんじゃないかなと思ってます。多分私を人狼と見て、はい、まだ5番を、いや、はい、人外に見てました。でもまあ分かる、その意見は、うん、別にそんな叩かれるほどの意見じゃない、別に5番さんが実践の可能性はだってあるから ね。新名めちゃめちゃ取りに来た狼、ああ狂人また狼は全然あるから、ね、発言してください。別にそれ叩かれることないです、ね。ごめん、6番さん何言ってるか全く分からへんちょっと6番さんちょっと置いときますね。6番さんはちょっとなんか釣りたくないなんか釣りたくない、うん、6番さんなんか普通になんか、うん、人そうやから6番さん釣りたくないっていう感じなんですけど、うん、もういいかな。自分使用しますね。使用、役職あります。うんうんうん、うん、役職ある。多分釣られると思うんですけど、まあ、釣られてまあ、どうなるかわかんないですけど、とりあえず怪しいと思ってるのはちょっと発言聞いてからってなるんですけど、ね、8番さんかな。8番のプレイヤーは、はい、私もね、フルオープンを提案していいでしょうか。フルオープンを提案します。6番さんね、盤面的に考えたら5番さんがかなり真の盤面なのでね、ただね、6番さんの意見分かりますよ。うん、4番さんが黒を打たれて、5番さんがこれね、狼か狂人で出て、で、4番さんに黒を打つことでね、神明を取る。で、3番さんを、釣るような流れにすると。でもこれね、5番さんが神明を取りに来た狼または狂人なのであれば、今日決め打ち進行で3番釣り押すと思うんですよね。ただそれはなかった。うん、その点から、5番さんはやっぱり神明高いと思いますね。あと単体占い考察でも3番さんと5番さんの意見では3番さんの方がはるかに新芽がないという点でね。で、フルオープン提案しますが、7番さんね、役職持ちですとだけ言ってました。僕は役職言うべきだと思っておりますよ。うん。役職を言うべきです。
うん。で、やはり6番さんは、発言は何言ってるか分からなかった。申し訳ない。何言ってるか分からなかったけども、6番さんは僕は白で見ます。うん。で、1。で、役職持ち7信じるなら、1、9から僕は釣りたいです。うん。ただね、まあ、1、片白なんでね。まあ、決め打ち進行なら、1釣るよりは僕3行った方がいいと思ってる。3ね。だから、役職持ち9、3、1、3何もないのであれば、一応、それ言ってくださいね。僕は役職持ち使用を促します。あ、ちょっと若返っちゃったかな、声がね。ちょっと若返ってしまって申し訳ない。うん。今日は、うん、現状、僕は9番。9番に入れようと思ってるよ。役職持ちがなければね。はい。あるけど言いません。9番のプレイヤーは、あるけど言いません。もう1つる、つるぞ。あるけど言いません。うわー、分かっちゃった。俺、ハンター使用します。そうですね。まあ、17どっちかだね、となると。うん。どっちだろう、17どっちか、狩人どっちか、なんだそれ。ということになるね。言っていいよ。どうする、どっちやりますか。もう17どっちかで終わるよ、これ。まあ足りるかな。1、そう、1つって、あ、どっちにしろ狩人対抗だから勝てるよね、これ。もう勝ち確じゃない。1つったとして、で、まあ仮には8噛まれる、で7つれば終わりだ。うん、視覚の場面です、これ。はい、まあ1ならどっちでもいいですけど、まあ票割れんのはちょっとやめた方がいいな。んじゃあ、まあ、うん、別にどっちでもいいんだけど、じゃあ俺1に入れます。以上。1番のプレイヤーは発言してください。わかりました。まあそうですね、7番さんもフルオープンを攻めてる、で9番さんハンター使用。うん、わかりました。3番さんは自分的に白もらってるんですけど、まあ、強靭かなって自分的に思ってます。5番さんの進行論の方が正しいと思ってるし、で6番さん、なんで3番さんは死んだと思ってるのか自分的にもよく分かってないですね。まあそうですね、自分的には7が偽なんですけど、9番さんは私に入れるんですよね、これで終わんないから。で8番さんもうちょっと怖いけど、え、まあ7が1です。仮にを蒸らすらしてきた、おかしいでしょ、内訳何人狼見るのって話だから。まあでも9人部屋で狂人部屋だから、いや、ここで7ムラスラはやばいよ。まあそれを私が仮にっていうのも7番さんからしたらわかるはず。自分的には8が一番怪しいかな。なんか後ろからね、投票を始めてください。後ろから猫の声が聞こえる。違う、私じゃありません。なんで7怪しまないのよ。1番のプレイヤーが選ばれました。完璧だ、ナイス。ゲーム終了。村人の勝ちです。あ、楽しすぎは。いやー、なかなかないね。ありがとうございました。ジジ、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネルの登録、グッドボタン、コメント等よろしくお願いいたします。関連動画もよかったらチェックしていってください。ではまた。